緊急事態宣言明け一発目タクノミ、銀色のやついただきます。いただきます。今日もマイク忘れたんででっかい声で喋って飲みます。前ね、今買い物行ってきたんだけど居酒屋関係入ってますね。でお客さんやっぱ待ってたんかな、いっぱい入ってますね。ああ羨ましいな。はい、スーパーで買ってきたお弁当で飲んでいきます。今レンチンしました。見た目はうまそう。いただきます。はい、ニラレバ炒めには1ミリね。かけすぎだ。唐揚げはこのまま食べるって何でもついてる。どれどれです、唐揚げか。唐揚げ、あんまり美味しくない。あそこの唐揚げ、あ、唐揚げじゃないよ、お弁当屋さんの唐揚げの方全然うまい。これでもうまい。宅飲みで一人でこう食ってると喋ることがないから、ただただ困っちゃうよね。あ、煮られば飲む、今一つだ。もう前に使ってみよう。あれがもうちょっとうまいのだったな。もうでもお店では来てみたい、飲んでみたいよね。本当は行きたいんだけど、行くとまた問題になると嫌だから行けませんけど、電車から降りてきた女の子じゃないな、女の人2人でもう居酒屋入っていったし、いいよなと思って。そこにでも居酒屋半個室とか行ってもいいような気がするんだけどな。はい、タン酒はうまい。今日のメイン、キリンさんから出た発酵レモンサワー、発酵でいいのかな。キリンさんがサワー出したんで飲んでみましょう。レモンが濃く爽やかで、アルコール 7% いいね、ちょっといいね。あうまい。夏に氷を入れたやつグラスでこれを飲むがうまいと思う。まあ、買ってきたばっかりでちょっとぬるい。唐揚げにはやっぱ酸っぱいの合うね、美味しい。迷ったんだよな、焼き鳥屋さんもやってたんだよな、テイクアウトしてくればよかったな。酔っ払ってきたら唐揚げうめ。本酒三太郎ちゃ三太郎強くてうまくて優しい、よくわかんないね。はい、1.5号。美味しくなかったけど、いられる感触。今日の唯一の野菜、あ、まあ、さっきもやしとか食ったけど、唯一の野菜がちびっとキャベツ、貴重だよね。おしんこも入ってないんだけど。うめ、マヨネーズかけた。こういうサワー系レモンは多いんだけど、今度野菜ジュースでうまいの作ってくれればいいのね。野菜も取れるサワーみたいな。お願いします。唐揚げ完食って言おうと思ったけど、心の声で言って喋れねえかと。チンコのラスト、キャベツ。もったいね、つまみなくなるとチビチビ、キャベツか。うまい、マヨネーズだ。完食。
酔っ払ってきたらうまかったですあるのはゲーン海味せん、イントネーションわかりません。はい、ご飯食ったんで、結構酔っ払ってきました。で、この海味せん、イントネーションよくわかんないな、海味せんっていうやつで最後まで飲んでいきます。早くコロナなんとかなってくれればいいな。このレモンでもうまかったな、うまかったなって飲んでますけど。はい、三太郎会員、はい、あと美味しいレモン、ラストこれだけ。ひらめいたんですけど、これレモンサワー、じゃーん、トリスクラシック。あとこれだけね、これいいよね。若い時はこれ、そのままストレートで飲んでたけど、あ、もうないから全部だね。トリスクラシックいいね、これね、好き。まあ今はもう割りますけどね、炭酸で割って、今日はこれでやめたいと思います。乾杯。この締めは、冷蔵庫に入ってたクロワッサンたこ焼き、オレンジじゃないけど食っちゃいます。食えるんだよね、食えるよね。冷蔵庫に数ヶ月眠ってたやつなんですけど、こういうんだって。これ何味なんだ、こういう、何味、わずか入ってるのね、面白い。今日の締めはこれです。レンジ、あ、なんか書いてあった、レンジで解凍後オーブントースターで温め、はもうそのまま食いましたよ。買ってな、レンジにすんの知らないよ。しかも要冷凍なんだけど冷凍じゃなくて冷蔵になってたけど大丈夫かこれなんで要冷凍が冷蔵庫に入ってるんですかね食えるか食えないかすら分かんない。なんか硬いレンチなんだねだって油に置いてたらさ、そのまま食えるもんだと思うじゃん。いや、まずくはないです。でも大丈夫かどうかって言われると分かんない。感覚。あとこれを飲み切っただけはダメます。ああ、かいん。美味しかったです。ごちそうさまでした。